ラジオニュースの時間です。こちらです。来ました。まあ、意外に少なかった割にはフラパ直前ということで、それっぽいニュースが来たんで、まあ早速いきます。鳥獣震災がまあ X ラグ仕様になってきますよということで、この鳥獣震災だけ新キャラ追加できます。デビルズパンクインフェルノ、まあ、あのモンソニアニメのモンソニのバンドがいたと思うんですけど、それの新キャラが今回エクストラバック2018の超人審査では追加されますと、はい、進化、貫通ゲージスピード型の、神キラー M マフージ M ゲージでアンチ重力バリア、はい、でスパイクショットが、スピードパワーがアップして触れた仲間全員を3ターン無敵状態、で友情コンボが直強貫通拡散弾 EL5、うん、で神化反射ゲージパワー型の、マイスイーパー L にアンチブロックと、でスイートライクショットが貫通タイプになって壁に入れると反射タイプに戻ると、友情コンボがスピードアップとサブが大爆発、はいはい、これはあれですか、今回の X クラブパーク仕様の鳥獣以外では出ない、出ない、あの今後他のおそらく機械属性なんで、そうそうそう、あのサライトか、スターライトに来るんじゃないかなって、そうそうそう、スターライトか思う。これ神化強いっすね。これ神化強いね。多分その進化も神化もこのベルゼブブ、マモン、モロク、あとアザゼルか、うん、の性能、そうどれどっちもね多分ですね、混ぜっこして作ったと思うんですけども、はい、進化超強拡散の EL5 が乗るんすよね。乗るんだよね。やばいっすよね。で貫通でしょ。そうやばいっすね。3種だもんね。しかも重力いってて進化進化で強いし、神化は神化で味方無敵形成貫通タイプっすか。そう当たりやすいね。いい性能してんな両方。神化は貴重だしな、そもそもこの枠いないから光属性、下手したら背徳越えしてんじゃんやばいなこれ。まあなんか普通に、うん、だからおそらく8ターンっすよね。8ターンだろう、うん、まあ長くてほんと12とか、あ、そっかそっかそっか、12のターンもしかしたら神化性だから12っぽい、ね、言ってたかもしれないけど、うん、進化だったら8か、うん、マモンですもんね。そうだよね、うん、でパワー型でしたら友情はもうこれ文句ない友情だと思うし、ね、メインでしかもスピードアップついてるし、これなかなか良さげな、うん、あれですね、神化の方は持っといて全然どっちも損はないかな。また長寿引くのか、うん、で、あれですよね、ここカードのリボンと、はい、で、はい、まあこれはね、既存性能なんで、はい、イラストがやっぱりね、新しくなって今回追加されるキャラっていうのがいますと、リボン、重心化、はい、トゥーフォール、進化神化、背徳ピストルス、進化神化、まあこの、まあ3キャラって言っていいのかな、3キャラが、エクスラックパークの超獣震災ではこれも出ますよと。でもこれはね、こっちもまあ出るならいいよね。キャッチで弾ける分には今回強くなったわけだし、まあ、リボンはあれかもしれないけど、トゥーフォール、背徳ピストルズ持ってない人からしたら割とこれ神ガチャですよね。神ガチャだよね、はい、新キャラも出引けて、前回のフラパンの時もトゥーフォールと背徳ピストルズと同じになってたんですよね。そうだよね、はい、うん、でバラバラになって属性ガチャに来てからマジで持ってないって人が増えてきたんですよ、うん、で鳥獣の確率でこいつらが3体ピックアップされて引けんなら、いやー引いていった方がいいんじゃないかなと思いますね。で前回よりトゥーフォールと背徳の価値がぐっと上がってるんで、それなぜか去年はね、まだなんか去年正直いらなかったっすね。正直まだ、うん、まあまだいいかみたいな、出ればいいけど今年ほどのなんか、まあ、期待はされてたんだろうけど、うん、結局ねあれだったから、でも最近の活躍とその情報修正が恐ろしい、うん、イラスト違い、イラスト違い、ほんとまあ今回鳥獣できたけど、ほんと鳥獣弦の性能って言ってもおかしくないぐらいの強さになって、うん、こっちに来たんだったら、ね、めちゃくちゃ強いですからね。まあ引くでしょうね、うん、だから今のこのオールスターもやってるけど迷ってる人とかいるんじゃないかな。あ、そうですね、それ取っとくって人も多分いるだろうしね、うん、で今後多分背徳ピストルズのイラストとかは出ないっすよね。これはイラストは多分限定っすよね、うん、間違いなく、はい、今回の調子だけだよね、フラグパーク期間のみだと思うんで、はい、こっちが欲しい人は、うん、霧対策ならてかそうだよね、霧対策バッチリだね、バッチリですね、かぶってもいいわけか。俺今回ちょっとぶっぱっすねこれストライク作りに行きます。ああなるほどね、はい、てか自分も24C は普通に、俺も24-1体しか持ってないんですよね。24-1体ちょっとここで出しときたいな、はい、でキャッチでデビルズパンクインフェルノ、も
ャッチになり下がったやつ。やばいな。もうキャッチになり下がったの。まあ、リボンはまあ、あれだとしても、はい、でもリボンも、リボンのキー対策がやばくないです。今 3体の MV だよ。3体よ、はい、やばくない。やばいっすね。リボンどうしたもんと。いや、出せばいいってもんじゃねえんだよ、本当に。でも完全に、だからそれでこのための上修正だったんだね、うん、リボンは。でしょうね。本当に合わせてきたね。まあ、なんかあるとは思ってましたけど、うん、普通にイラスト違いでしたね。うん、海賊ビストルがそんなイラスト変わってない感じするんだけどな。海賊と同じじゃん。なんかそう、元の絵も覚えてないから。元の絵もでもこんな感じで歌ってたんだよね。楽器ありゃいいみたいな。まあ、イラスト、あ、衣装が変わったのかな。はい。で、まあ、期間はまだ発表されてないんですけど、うん、まあ、おそらく、エクスラックパークの前夜祭から、そうね、前夜祭からもう終わりの月曜ぐらいまで、4日間かぐらい、3日間だと思うんで、うん、弾く人はそちらもチェックしていただいて、よろしくお願いします。次。はい、シュリンガーラのイラストが、公開されました。うん、ドン。進化。進化っていうか、星6の状態と重心化ですね。怖いっすよね。怖い。なんか、爆絶、ちょっと爆絶っぽくないなと思っちゃった。あ、爆絶っていうか、豪絶っぽくないって、これが1体目だから分かんないけど、うん、新しい難易度にしちゃなんかすげえ、左右対称なんかイラストが、なんか、でも最初のなんかアバロン見た時の感じはなんかあるけど、なんかよくわかんないけど、アバロンの時みたいな、かっけーってなりましたね。あー、でもそうね、マジでかっこいいってなってたけど、これ第一印象気持ち、これはね、ちょっと確かに、うん、まあ、イラストが公開されただけなんで、はい、他の情報は出ておりませんけど、ちょっとまあ楽しみですね、うん、あ、でも時間出たんですね、18時からに。あ、18時、そうだ、はい、フラッパー1日目1日目の夕方、まあそうね、メインイベントでしょう、はい、だけですね、今回、うん、一応注目どこはこれだけかな、まあ、あとその去年みたいにあのフラッグ&エクスコンとか、去年はフラッグ&なんかまた女似たようなキャラクター、エクスラグドラゴンだみたいな感じで、今年はなんか違うのが出るんだ、そう、ユニコーンみたいなやつがまた降臨イベントで来るくらいでしたね、今回は、うん、大きく、あ、また作れないんですよね、これは割といい性能だけど毎回作れないっていうね、10ぐらい集めて、うん、俺そう見たら50ぐらいって言ったんですよ。マジだからなんか、ね、でも粘ったちょっと粘ってたらしい、とそのなんかね、演者同士でやってたよね。そうご飯食べてる時にマルチしたり、なんか7マルチでやってたりして集まったやつしかやってないですね、うん、もう50ぐらい止まった、妥協してない、うん、重心カマーもさすがにね、今月切り良かったし、もうあとはフラパ待ってねっていうことなんでしょうね。次がフラパってことですね、うん、はい、はい、あ、シュネスなんかあるか。あ、俺この年にしてアレルギーが発覚したっぽくて。マジ？はい、え、何食ったか覚えてないんですよ。なんですけど、なんか一昨日ぐらいに店3軒ぐらい行ったんですけど、うんうん、どっかで食ったものがなんか当たったか、アレルギーやったっぽくて、なんか顔ボツボツ超出ちゃって。あ、マジ？はい、で、昨日ずっと体調悪かったじゃないですか。多分あの、俺が iPad でガチャ引いた動画とか、うん、僕が簡単な動画見てくれればわかるんですけど、うん、いや、もう死ぬほど体調悪くて、気持ち悪くて、もう歩けなくて、ずっと寝てたじゃないですか。ね、もう昨日はもうあれしておいて、で、今日も若干引きずってるんですけど、あれ受けた方がいいよ、テストアレルギーテスト。そう、アレルギーのやつですよね、うん、で割と体調に来たんで、うん、あの危ないやつかなと思ってて、あで戻したりはしないの？戻しましくりましたよ。あ、マジ？死んでました。じゃあ食中毒の可能性もあるね。どっちかなんですよね。当たった可能性もあるよね。で、今日医者行こうと思ったんですけど、海鮮系だったら体調悪くていけなくて、海鮮系だったらあるんかな。ある。でも顔ボツボツできたのちょっと怖くないですか？それ怖い。怖いっすよね。それは確かに、戻すだけとかだったら、はい、で、1日で引いたんですよ。なんでその排出されたのかなっていうので、うん、あのアレルギーのやつなのかなって思ったんですけど、でも肌に出るっていいよね、アレルギーの結構、そう結構他のなんかアレルギーの人も、うん、いきなり運ばれちゃったりとかもしますもんね、肌でまず分かるみたいなのが言うから。でもこの年に来てここでアレルギーみたいな、でも人生で食ったことないってものをその日食ってないんですよ別にだから唐突なのかな。あれでもそう、唐突のやつあるじゃん、うん、そう、一定値までたまなんかたまったみたいな。生ビールアレルギーとかだったら俺はもうもうノー無理です。ノーアレで無理ですね。とりあえずあのアレルギー治ってボツボツとか治ってから一発目の食事は
あのセブンイレブンの揚げ鶏とレッドブルなんで、揚げ鶏アレルギーとレッドブルアレルギーじゃないことはもう今判明してるんですよね。なるほど。はい、なんでちょっと調べていきます。ここから徐々に食べつつね。自分は今日 T シャツをちょっと欲しいの買いに行ったらなかったっていう。いや、なんかね、そうオールスターガチャが今やってるから、はい、ガチャ系って書いてある T シャツがあるんですけど、それを着て、そうガチャ系っていうガチャっていうのがなんかね書いてあるのがあるんですけど、それを買いに行ったんですけどなくて、ちょっとへこんでます。秋葉とかにありそうですね。いや、そうなんか、そうそうそう、うん、なんか、ね、上のなかなか面白いやつなんですけど、はい、というわけなんで、まあいろいろね、今回鳥獣心斎で期間限定で、まあ、追加するモンスターに出していろいろ皆さんもあると思いますんで、ぜひ引っかかないとか、ね、コメント欄あればよろしくお願いします。はい、まあでもなんだかんだフラパー仕様の鳥獣心斎来てよかったわって言ったので、うん、ちゃんとよくよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回もゲームのラジオ1からお送りしました。お疲れ様でした。終了でした。ありがとうございました。